あっ久保さんアラームアラームになったあの今日ですね1時間ぐらいしか寝てないんですけどあの目覚めちゃって1時間でやばいっすね年取ったのかしな1時間で1時間半だったかなうんでも起きちゃって起きれあの仕事ずっとしてるんですけど まあ久保さんが言う通りですね。あれっすね。本当におっしゃる通りで。お金がない方が辛いっすよね <laughs>。いや本当ね、僕ね、お金がないっていうのが、まあドラマでありましたけど、あのドラマめっちゃ好きだったっすね。小田祐二さんのお金がないっていう。だから、一番の苦痛って本当に多分、まあ人それぞれだと思うんすけど、うん、ただ結構な割合で、 お金がないってだいぶ苦痛だと思うんですよね。うん。それに比べると、なんか、ネットビジネスをやる苦痛っていうのは、まあそのお金がないことを、お金を、そ,その問題をね、解決するためにやってるわけですから、もはや。うん。ねえ、久さんね。何のためにそもそもやってんですかって話で。 お金に苦労してなかったら多分ネットやろうとして思わないですよね1ミリも今の収入が年収1億円ぐらいあって別にお金に苦労してないし別になんか YouTube でさらすなんかさなんかやりたい人だけやればいいんじゃないみたいになると思うんですよねうんだからなんだろうなうーんその問題を解決したいんだったらとりあえずやるしかないしとりあえずやってみるっていうことですね うん、まあいろんな手段はありますよ。お金を稼ぐ上での。いろんな手段はあるんだけど、なんかやってみないとわかんないし、で、しかもそのやってみないとわかんないんだけども、うん、やり続けないとわかんないこともあるんですよ。やってみないとわかんないこともあるし、やり続けないとわかんないこともあります。で、僕がお伝えできるのは、ネットビジネスを15年やった結果、僕は、ああ、自由に暮らしています。 ただ15年かかりましたよね、僕の場合は。うん。でも15年いらないですよ。まあ僕はちょっと会社で勤めてたっていうのもあるんで、あれですけど。まあもうちょっとね、早く独立したら、も,もうちょっと早かったかもしれないですけど。ただ僕は他の人よりスペックを落とし、あの、ないので。ただ熟成さんとか1年で100万達成してますからね。なんで、うん。まあオール、中学校の時オール 1? 成績、勉強何もできてなかった嫌いだった僕が、うん、できてるんですよ。うん。だから普通の人というか、まあ僕よりスペック高い人がやれば、も、ま、う、あ、それは早く行きますよね。僕はまあ低スペックなんで。うん。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ低スペックだからこそ、まあ、人よりやらないといけないなっていうところでやってるだけであって、自分が天才だったら、 まあでもね、天才でもね、さあの、スラムダンクのね、桜木花道もね、天才とは、これね、確か漫画本かなんかあるんですけど、天才とは、あのー、人が見えてないところでやるもんだ、みたいななんか言ってるんですけど、<laughs> ま結局天才もやってるみたいなね <laughs>。結局天才もやってんじゃねえかみたいなね <laughs>。これ結構名言ですね。はい。ということで、天才でもやってるってことですね。言ってらっしゃい。